小江戸川越、江戸風情が今も残る温故知新の川越、伝統の川越祭りがもうすぐです。予習も兼ねて川越散策。達人の道はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ある日、鬼は少女と出会いました。おい、人、心の豊かさってなんだ。そんなこともわかんないの？とりあえず笑っか。は？違う。できるじゃん。はい、ご褒美。初めて笑った鬼は、すがすがしい気持ちになりました。心の豊かさを持って祭りが近い川越を歩いていきましょう。小江戸川越散策は川越熊野神社から。天正18年に紀州熊野から分祀された開運縁結び厄除けの神社。御祭神は熊野狼の四神です。八田ガラスは熊野狼にお仕えする伝説の鳥。神武天皇が熊野山中で道に迷われた時、八田ガラスが大和の橿原まで先導したという神話が残されています。末社には厳島神社、そしてなで蛇様、撫でると御利益があるそうです。弁財天様の前で銭洗いをすれば金運に恵まれます。続いて向かったのは蓮慶寺。川越城主大道寺正成の母蓮慶によって開基。釈迦の皇帝おびんずる様が鎮座し、触ると病気が治るとされ人気が。小江戸川越七福神巡りでは福禄寿を祀っています。大正ロマン夢通り。大正から昭和初期のレトロな店舗がおよそ30軒並んでいます。御影石の石畳など、古き良き大正ロマンの香りが漂う通りです。ハイカラですね。川越商工会議所。パルテノン神殿を思わせるこの建物は国指定有形文化財。とにかく暑い川越の夏。2023年にオープンした氷屋さんでふわっふわのかき氷はいかがですか？ここ那賀町から蔵造りの街並みが見られます。蔵造りは類焼を防ぐための巧妙な耐火建築で、江戸の町屋形式として発達したもの。東京では見ることのできない江戸の面影をとどめています。国の重要伝統的建造物群保存地区、そして美しい日本の歴史的風土100選にも選定されています。
札の辻まで続く蔵造りの町並み。その中ほどに時の鐘が。江戸時代初頭から城下の町に時を告げ、庶民に親しまれてきた鐘つき堂。川越市指定有形文化財に指定されています。時の鐘が鳴る時間は6時、12時、15時、18時の4回。環境省の残したい日本の音風景100選に認定されています。川越を訪れたら時の鐘に癒されてください。ここからも横丁があるようです。行ってみましょう。菓子屋横丁。昭和初期には70軒ほどのお菓子屋が軒を連ねていました。現在は20軒ほどの店舗が連なり、横丁気分を満喫できます。横丁が醸し出す雰囲気と下町風のお菓子の懐かしい香りが漂ってきますよ。その香りが環境省の香り風景100選に選出されています。菓子屋横丁で大人も童心に帰ってください。達人の道インフォメーション。稲相続曽根恵子の稲相続クイズ。 Yes or No。 祖母の相続人は長女次女の2人です。2人には財産があるので、祖母の財産は孫に相続してもらいたいとなりました。その場合、相続人が相続放棄をすると孫が相続できるようになります。これ Yes or No。正解はノーです。相続放棄をした人の子供には相続権はありません。子供が相続放棄をすると、次は直系存続の祖父母へ相続権が移ります。他界されていると次は祖母の兄弟が相続人になります。兄弟が亡くなっているとその子が代襲相続人となり、祖母の相続権は相続人のいとこに移ります。よって孫が相続することはできません。孫に財産を渡したい場合は遺言書を作成しておく必要があります。あなたも夢相続クイズで相続の達人になりましょう。お知らせの後も小江戸川越巡り。小江戸川越散策。訪れたのは川越氷川神社。室町時代、太田道灌が川越城を築城して以来、川越の総鎮守とされ、川越藩主らの厚い崇敬を受けてきました。
御祭神はスサノオノミコト、クシナダ姫の夫婦とその子、そしてクシナダ姫の父母。ヤマタノオロチからクシナダ姫を守ったスサノオノミコト、家族の絆を感じる神様のストーリーです。二組の夫婦神が鎮座していることから夫婦円満縁結びの神社として信仰されています。川越のグルメといえばうなぎ。川越を歩いていると名店がずらり。次に川越祭り会館を訪れました。まもなく開催される川越祭りの熱気と興奮を体感できる施設です。ここで川越祭りの予習をしましょう。さあ、皆さんに行っていただきたい川越祭り。2024年は10月19日土曜、20日日曜です。
2023年の様子をお届けします。心躍ったらぜひ川越へ。川越祭りは長丁場、ぜひうなぎを食べて元気に町をかっ歩してください。川越プリンもデザートにおすすめ。売り切れないうちにどうぞ。達人の道インフォメーション。今までの当たり前がそうでなくなった今、もう一度自分の周りのこと見つめ直しませんか。私は、家族は、地域は、この国は、風土は、文化は、好き嫌いは、美しさは、正しさは、心は、常識は、あなたは、今ある世界は、本当に昨日と同じか。リシンクしよう。当たり前はもう当たり前じゃないかもしれない。今日明日を作ろう。世界は昨日と同じか。リシンクプロジェクト。お知らせの後、大きな出汁が集結する川越祭り。川越祭りで盛り上がりましょう。ようやく待ちに待った秋が訪れると、川越の市街地は紅白幕が張られ、どこからともなくお囃子が聞こえ、およそ370年続く歴史ある祭りが始まります。
国の重要無形民俗文化財に指定され、さらに2016年にはユネスコの無形文化遺産に登録されました。川越市の町内ごとに保有する山車は文化財に指定されているものも多数あり、上部に人形を乗せお囃子と踊りを披露しながら引き回されます。趣向を凝らした機能美とその歴史的価値は必見。合わせは川越祭りのメイン。山車と山車が出会った時にお囃子と踊りの共演が繰り広げられます。盛り上がると急テンポのリズムで展開され、威勢のいい和歌集の掛け声とともに祭りの雰囲気は最高潮に。祭りは10月19日土曜、20日日曜です。映像よりも心躍ります。ぜひ川越へ。緑豊かに流れは澄みて、名もみ吉野の雲にを伸びゆく息吹あふれる若さ、身を十万の息あがる川越晴れなぞ郷土。
人の道はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回はコピーの達人宣伝会議所中高生部門編、柔らか頭の中高生にトップクリエイターが出張授業、大人も必見です。